MFC のファンサポーターの皆さん、こんにちは。背番号16番、田中宏斗です。17番、小暮です。インジニアスタジアム、ダゾーンで応援してくださった皆さん、応援ありがとうございました。それではクイズです。平成で、ワールドカップ優勝した国はいくつでしょう。田中選手が答えてくれます。よろしくお願いします。2018年、フランス。あ、これだ、正解。2014年、ドイツ。やんな、ドイツやろ。ドイツ、ドイツ、ドイツ。で、スペイン、2010年。ほら、すげえ当たってる、当たってる。で、2006年ってどこ大会やん。ドイツ。あー、2006年はドイツでしょ。スペイン、スペイン2冠とかないよな、絶対。ちょっと待って、ちょっと待って。2006年ドイツ大会は、ジダンが やらかした。ああ、イタリア。ヒントありって、これが言った。そう、ヒントやんな。言うなよ。2002年が日韓は、日韓大会はベッカム。ベッカムがおるところ。ベッカムがおるところ。で、2002年は結構有名でしたよ。あれか、決勝で。マジで韓国とちゃちゃちゃオランダ。オランダ、違う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 、オランダは絶対ない。オランダとかは絶対ない。結構有名やったと。フォワードエグかったやつ。マジ？あ、ブラジルや。ブラジル。で、1998年はどこ？アルゼンチン。アルゼンチン？1900。フランス。そうなん。94。そうだ、もう94年アメリカ。もう知らん、わからん。アメリカ。で、どこや？ロシア。これ多分ウルグアイ。ウルグアイ。あ、西ドイツや。西ドイツとか分かるわけないやん。X ですか。また MFC ホームゲームを見にスタジアムへ来てください。それではさよなら。